マクシミリアン・ウーバーは、オーストリア・ウィーン出身のプロサッカー選手。オーストリア代表。オーストリア・ブンデスリーガのレッドブルズ・アルツブルクに、所属している。ポジションは DF。日本のメディアでの表記は、マクシミリアン・ブーバー、マクシミリアン・ベイバーなど、複数ある。2015年に、地元の SK ラピード・ウィーンのトップチームに昇格。B チームとの2種登録で2015から16。 シーズンは B チームでのプレイが中心で、トップリーグの方は不出場に終わったが、2016年2月25日の UEFA ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦のバレンシア CEF 戦でトップチーム初出場。翌2016から17シーズンは国内リーグ戦11試合に出場した。2017年8月、エールリビジのアヤックスアムステルダムと4年契約を 締結。2017から18シーズンは、リーグ戦22試合に出場するのなど、重大ながら、最終ラインでの奮闘が評価され、同案ツらと共に、同シーズンのリーグの新人ベストイレブンに選出された。2018年12月13日の UEFA、チャンピオンズリーグのグループリーグの FC バイエルン・ミュンヘン戦では、イエローカードが乱れとブラン戦で、 後半22分に一発、レッドカードで退場処分を受けた。ちなみに、バイエルンのトーマス・ミューラーも一発退場を宣告されている。2019年1月10日、セビージャ FC への移籍が発表された。1月16日、メディカルチェックを通過し、買い取り義務のローン移籍及び、2023年6月までの4年契約を結んだことが発表された。 2019年8月13日、レッドブルザルツブルクと2024年までの契約を結んだ。プロデビュー前の2013年から各ユース世代のオーストリア代表でプレーし、2017年10月6日のセルビア戦でフル代表デビューを果たした。ありがとうございます。